セブンイレブンで購入できる健康に役立つ食事4選、今回は徹底解説します。皆さんこんにちは、浜ヶ谷ファミリークリニック院長の大沢です。セブンイレブンをはじめとしてですね、まあコンビニというとなんかこう健康に良くないものがすごくいっぱいあるなーっていうのイメージ、正直な気持ちですねありました。例えば油で揚げたパンにあんこが入ったりクリームが入ってるとかですね、レジの近くにフライドポテトとかいわゆる体調がんのリスクを上げるようなソーセージをさらにこうね油で揚げちゃうようなアメリカンホットドッグとかですね、まあ、そういうものがもううわんさかわんさか目に入ってきてもう買わずにはいられなくなっちゃうわけですね。なぜならやっぱり食べたら血糖値上がってね満足感ですよ。ですからなんとなくねそういったものがたくさん売ってるところでできればそこで買い物しなくた方がね健康にとってはいいだろうなみたいなのね常に思ってたわけなんですけど、実際とは言っても僕自身毎日のように実は今日お話しする商品を買ってるんで寄ってるんですよね。特にこの YouTube を発信するようになってから毎日気軽に自分で健康管理できるものってなんだろうっていうアンテナが立ったわけですね。そんな時にセブンイレブンさんこれは最高ですねっていうのを見つけましたので皆さんとシェアしていきたいと思います。私のチャンネルでは医者歴21年の経験知識を生かして健康に役立つ情報エビデンスをもとに発信しています。チャンネル登録していただくととっても励みになりますので、よかったらポチッとお願いいたします。それでは行ってみたいと思います。セブンイレブンで健康に役立つ商品1つ目、素焼きのアーモンドになります。これですねもうすでに今日食べかけるものなんですけども、まあそれぐらい毎日実はボリボリ食べてます。私自身ですね半年ぐらいでだいたい4キロくらい痩せたんですけども、この素焼きのアーモンドおやつに食べるようになってから甘いものを食べる機会すごく減りましたね。大体ですけども1回に5粒から10粒ぐらいの量を食べます。まあ5粒でねこんなもんなんですけども、すごく香ばしくてですねローストされているアーモンド非常に香りが良くてお腹持ちもいいんですよね。大量に食べてしまうとねやはりカロリーがありますので、これで 105g で 637kcal でタンパク質が 21g なんですね。で食塩はほぼ入っていません。これ素焼きですからね、これ食塩不使用っていうのが大事ですね。この素焼きのアーモンド食べると何が大きいかというとですね、まずは血糖値が上がらないんですよ。糖尿病の予防というのをね考えていった時に、例えばコーラとかね菓子パンっていうのは分かりやすいんですけども、こういったものを食べると血糖値がドーンと上がりますよね。で余ったエネルギーが中性脂肪になって肝臓とかお腹周りに蓄えられて太っていくわけですよね。また血糖値を下げるインスリンというホルモンを出している膵臓というね臓器にも負担がかかりますよね。そういったことを繰り返しているとインスリン抵抗性といってね、インスリンが効かなくなってきて血糖値がどんどん高い状態になっていって最終的に糖尿病になり、さらにそれを放置すると、私が糖尿病の初期症状5選ということで説明していますけれども、様々な合併症や症状が出てきてしまうわけです。でその点ですね、この素焼きのアーモンドというのは食べても血糖値がそれほど上がりません。ですから血糖値が下がらない割にお腹持ちもいいんですよね。なぜなら食物繊維がいっぱい入ってます。またビタミン E とかマグネシウムとかですね、体にいいものがたくさん入ってるんですね。実はこのアーモンド半分ぐらいは脂肪でできてるんですけども、脂肪と聞くといや先生それだったら太るじゃないですかって言うかもしれないんですけど、この脂肪にもですねお肉とかバターとかに含まれる飽和脂肪酸と血液の中でサラサラに溶けていく不飽和脂肪酸というのがあるんですよね。で、このアーモンドはこの不飽和脂肪酸、血液の中に溶け出す油が入ってます。具体的に言うとオレイン酸とかリノール酸といって血液中のコレステロールや中性脂肪を安定化させて血圧を下げたり血栓や動脈硬化を予防する効果が期待されている油なんですね。また食物繊維がとても多いんですよ。つまり食べても吸収されないで腸の方に出ていきますから便秘の解消にも役立ちますし、お腹がこう膨らむといった表現をしたらいいんでしょうかね。つまり食べることでお腹持ちがいいですから、僕なんかは例えばご飯を食べる前の1時間ぐらい前に5粒とか10粒とか食べておくとお腹が減りすぎないでですね食事に臨めるわけですね。一番いけないのは空腹をずっと我慢してですね食べないでずっといるとですねうわーっと一気に食べちゃいますよね。そうすると何が起きるかというと体は蓄えよう
とするんですね。そうすると余ったエネルギーが中性脂肪になって体に蓄えられて太ってしまうっていうことになりますから、そういった予防にも役に立ちます。ただビタミン E がですねすごく多く含まれていて、ビタミン E っていうのは体の循環をすごく良くしてくれるとてもいいビタミンなんですけれども、一方で脂溶性ビタミンといって体の中に溜まりやすいんですね。ですから私がアーモンドいいよって言っても食べ過ぎてしまうとビタミン E が蓄積されて肝臓の機能を障害するケースがあると言われていますから、だいたい女性だと1日で22粒、男性だと25粒前後ぐらいがいいんじゃないかと言われていますので、このぐらいっていうのを気をつけて食べていただければと思います。またアーモンドをはじめとしたナッツ類にアレルギーがあるという方も主治医の方とよく相談して食べていいかどうか判断が必要だと思います。それではですね、セブンイレブンで健康に役立つ食事2つ目、それが炭酸水になります。僕はですね実は炭酸水についてはめちゃくちゃですね物申すタイプなんですよ。っていうのは実は僕この炭酸水を多分最低5本は飲んでるだろうなっていうぐらい炭酸水大好きなんです。ただ炭酸が強すぎちゃって喉がピリピリして飲みづらかったりとか、逆に薄すぎちゃって飲みづらいっていう炭酸水もあるじゃないですか。このセブンイレブンの強炭酸水はですね、ストロングスパークリングウォーターって書いてありますけど、非常に飲みやすいです。結構グビグビ言ってもですね痛くて飲めないとかそういう感じもないんですよね。またただお水だけだとどうしても刺激がないじゃないですか。なんかストレス感じた時とか緊張してる時ってまた別の刺激があると気持ちがねこうリラックスしたりしますよね。なのでまあそういう時にこの炭酸水すごくいいですね。こんな話をすると炭酸水ってただ水分飲んでるだけじゃないですかという話をねされる方いると思うんですけど、結構コーラ好きな人多くないですか。コーラを1日2リットル3リットルも飲んでもう数ヶ月で糖尿病になって意識状態が悪くて病院に来る方私何度も見てきたんですよ。その時によくあるのはゼロカロリーのコーラに変える方いるんですけど、あれ実際血糖は上がらないんですけど腸内細菌ですね、人工甘味料が入ってるので腸内細菌のバランスが崩れちゃったり、あとはですね人工甘味料ってものすごい甘さがあるんですよ。ですから甘いものに対しての執着性や依存性というのはですねなかなか解除できないですから、長期的に見た場合には人工甘味料が入ったゼロカロリーコーラの方がいいんだけど、できれば水やお茶にしたいんです。でもその時にいきなり炭酸系抜けちゃうときついんですよね。そんな時にこの強炭酸水が役に立つわけです。またもう一つ根拠がありまして、健康になるために糖尿病とかですね高血圧を改善するためにはダイエットがいいっていうのは誰でも分かってるわけですよね。例えば高血圧、血圧を下げるために5キロ落ちるとだいたい上の血圧が 2.5 から10も下がるというデータが出てるんですね。まあちょっと個人差がね幅はあるんですけども、それぐらい体重を落とすというのは大事なことなんです。前置きはなくなっちゃったんですけども、お水でもいいんですけども、バーミンガム大学で行われた研究によりますと、肥満気味の男女49名を対象に全ての食事の30分前に必ず 500cc の水をもらったグループと、1日1回だけですね食事の30分前に 500cc の水を飲んでもらったグループに分けて、その他のダイエットは一切せずにですね12週間過ごしてもらうという研究があったんです。その結果どうなったと思いますか。毎食ごとですね水を 500cc 飲んだグループは体重がなんと 4.3 キロ減なんですね。そして1日1回だけ食事の前に水を飲んだグループは体重が 0.8 キロ減ったという結果が出ています。もちろんこの研究はですね男女49名という非常に少ない募集団の研究ですから、これをもって必ずそうなるというのは言えないわけなんですけど、ある意味ですね食事の前にお腹を満たしておくというのは理にかなった方法だと思いますね。でさらにですね炭酸水はお腹を膨らませるので食欲をですね一時的にこう減弱させることができるんですね。ですから、まあ、先ほどお話したようにですね今まで炭酸水のジュースを飲んでた方の代替品として、またダイエット効果を期待できるものとしてぜひ活用していただきたいなと思っています。何でもですねいきなりやめるんじゃなくて代わりとなるものがあった方が人間というのはですね移行しやすいんですね。いきなり01でこれをパッとなくすんじゃなくて、それと代わりになるものを用意してあげるというのが行動を変えていく時のツボになりますので、ぜひご活用ください。それではですねセブンイレブンで購入できる健康になるための食事3つ目、
それがこのサバ缶です。でこれはですね、国産サバ水煮ってありますけど、もう一つですね、オリーブオイル漬けのサバの水缶があるんですね。これも美味しいんですよ。両方ともすごく美味しいんで、ぜひね食べていただきたいんですけど、僕これおすすめしたのはですね、取ってはいい油、取ってはいけない油というところでね、油について詳しく話しているんですけども、ぜひ皆さんに取っていただきたいのがオメガ3脂肪酸、まあ先ほどの素焼きのアーモンドもそうなんですけども、サバは皆さんご存知のように青魚と言いまして、オメガ3脂肪酸が入っています。この青魚に含まれるオメガ3脂肪酸は心臓血管系や肥満、糖尿病のリスクを減らすことが期待されていますので、ぜひ毎日の食事に取り入れたい食べ物なんですよね。ただこれ注意しなきゃいけないんですけど、缶詰によるんですけど、セブンイレブンさんのサバの水煮ですね、これ431kcalで、タンパク質が 26g あります。そして塩分がですね、食塩がだいたい 2.1g 入ってるんですね。ですから例えば高血圧の人って目標をだいたい 6g 以下にしましょうとね、食塩の塩分の量なんで、これ一つで 2g 取れちゃいますから、高血圧の人は半分にして残りの半分は次の日食べるとか、野菜をしっかり食べていただく、そしてナトリウム、塩分を取った分ですね、それを外に出していかなきゃいけませんから、例えば食後にちょっとパイナップルとか果物を食べるなんていうのも塩分摂取量が多くならないための工夫ですね。この辺については薬に頼らず血圧を下げる方法5選ということで別の動画も用意していますので、そちらもぜひご覧ください。そしていよいよですね、セブンイレブンで買える健康に役立つ食事4つ目、それがコーヒーです。まあ食事ではないんですけども、食べ物の一つということでコーヒーをエントリーさせていただきました。このコーヒーはですね、コーヒーのすごい効果4選というところで、私もですね力説してるんですけども、コーヒーはですね非常にいろいろないい点がありますよね。実はこのコーヒー、特に引き立てのブラックコーヒーにはクロロゲン酸というね、ポリフェノールの一種の中でも強力な抗酸化物質が入っています。カフェイン自体の集中力を上げる作用ももちろんなんですけども、このクロロゲン酸という抗酸化物質によって長期的に死亡率を下げるとかですね、糖尿病のリスクを下げるなんていうデータも出ていますよね。例えば26歳から46歳の女性8万8000人以上対象とした研究では、毎日のコーヒーの消費量が少量であっても糖尿病のリスクが下がるということが分かりましたよね。1日1杯だと 13%、 2杯から3杯だと 42%、 4杯以上で 47% もリスクが下がったっていうのを動画でもお話したと思います。他にも痛風発作のリスクを下げるとかですね、 C 型肝炎、肝硬変のリスクを下げるなんていうね、様々な効果があることをお話しました。また最近ではうつ病のリスクを下げるとか、シミのリスクを下げるとか、さらにプラスの効果についてはまた別の動画で詳細に話していきたいと思うんですけども、様々な健康効果があるコーヒーもですね、セブンイレブンですと引き立てで買えるわけですよね。抗酸化物質っていうのはやはり時間を空けて加工していく中でどんどん失われていくのはもう誰もが分かっていることなんですよ。酸化されてしまうわけですね。その点セブンイレブンで引き立てのコーヒー飲むということは、強力な抗酸化物質そのまま取り入れられるということですから、とてもおすすめなんですね。ここまでコーヒーの効果についてお話してきたんですけども、何事もいいことばっかりではないですよね。例えば飲みすぎると夜寝れなかったり、場合によっては不整脈を起こしてしまったりとかですね、カフェイン依存症のリスク、そういったものもありますから、メリットデメリットを見た上で上手にですね取り入れていってほしいなと思います。ちなみに私、セブンイレブンから何も利益供与はいただいていません。ただ、毎日とても身近で様々なものが購入できる場所ですから、健康に役立つものをどうチョイスしていくのか、ある程度の医学的根拠と一緒に今日は解説させていただきました。自分自身も朝行くと、引き立てのコーヒーを入れて、素焼きのアーモンドであったりとか、炭酸水を購入するというのが習慣になっています。最近はちょっとそういった時間も惜しいので、コーヒー以外は通販で取り寄せたりしてるんですけど、ちょっと小腹が足りないなっていう時はサバの缶詰も買って、お昼にプラス一品で食べたりしています。今回の動画のまとめです。今回はセブンイレブンで健康に役立つおすすめの食事4選ということでお話しさせていただきました。1つ目が素焼きのアーモンド、2つ目が炭酸水、3つ目がサバの水煮缶、
オリーブオイル漬けもおすすめですよとお話しましたね。そして最後がコーヒーです。この4つすごくいいと思います。私自身アーモンドの素焼きを食べながらそこにホットコーヒーを流した時のアーモンドの風味とコーヒーのね香りで非常にこうリラックスするんですよね。これぜひ試してみてください。今回の動画ご覧いただいて参考になった良かったという方は高評価ボタンお願いします。また皆さんがセブンイレブンで買い物されてこれもすごく健康に役立つよ、これはとても便利ですよっていうアイデア体験などあればぜひですねコメント欄に気軽に書いていただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは健康に役立つ情報をこれからも配信していきます。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。